一つ相談がある。ありがてえ。お願いしたいことがあるのですが、これは。ありがとう。
きを働き、伏せろ。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。敵の狙いはこの地と見た。このとも守備を固めよう。霊族の陣に踏み入るとそんな奴らよ、この炎本書が注意してくれよ。先生、用心城東卓軍の攻撃を受け陥落。なぜ用心城が落とされたと。東卓軍これほどまでに強いとは。敵の要所を叩く。行くぞ。まず敵の要所を叩く。上の部を見せてやる。敵の要所を叩く。敵の要所を叩く。
敵の要所を叩く。敵の要所を叩く。円本所に立てつくとはこの痴れ者め。最強の武を見せてやる。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。敵将討ち取ったぞ。やってくれるな呂布よ。俺は俺も負けてられんな。手の輩に敗れるとはこの炎本所の名に傷がついたではないか。思い知ったか虫けれども、貴様らが束になろうとわしには勝てぬわ。連合軍など俺の敵ではなかったな。さっさと洛陽に戻るぞ。董卓様より伝令、洛陽を捨て長安に撤退するゆえ急ぎ支度をせよとのことです。なんだと。俺たちは勝ったんだぞ。まさか帝の御身に何かあったのですか。いえ、そこまでは。失礼いたします。もしや董卓様は戦の勝敗に関係なく戦闘されるおつもりだったのでは。宝仙様を戦わせたのは時を稼がせるため。豚め、俺をおとりに使ったということか。行くぞ朝鮮。奴から直接話を聞いてやる。董卓、
貴様、何を考えている。敵は俺が全て倒した。長安謎に逃げる必要はない。やかましい。何が敵は全て倒したじゃ。止水艦も古老艦も抜かれおって、もはや城は裸同然。ここによっては殺してくれと言うておるようなものよ。わしは帝を連れて長安へ行く。これは決めたことじゃ。ぐずぐず言わずに支度をせんか。雑魚どもに席を抜かれただけで逃げ出すだと。董卓、とんだ臆病者めが。洛陽を捨て長安へ移ったところで国の混乱は続きましょう。このままではいたずらに国中へ戦を広めるだけでございます。いつになれば人々の悲しみはなくなるのでしょう。これが法政様の望まれたものなのですか。俺が望んだ戦はこんな腰抜けたものではない。攻め寄せる敵をすべてねじ伏せ、俺が最強であることを証明する戦だ。董卓様はご自身が生きながら得るためならばあらゆる犠牲も厭わないでしょう。おそらくは帝や法然様の命さえも。法然様が望まれる戦いは董卓様のもとではかなわないのではありませんか。何が言いたい。法然様が董卓様のもとを離れ望む道を歩まれたらと思ったのです。もし法然様がそのおつもりなら私は協力を惜しみません。朝鮮、お前は俺に奴を殺せというのか。法然様と私、二つの思いを叶えるためでございます。わかった。Hit!